ミッド TV ウェブ。北陸アイドル部一問だけの学力テスト、イエーイ。北陸アイドル部のキャプテン松井ゆかりとパワフルパフォーマーまおにゃんこと山崎まおです。さあ、今回の企画は黒板に書かれた計算問題を解くだけ、回答までの時間がそのままポイントとなります。1秒1ポイント、ポイントの低い方が上位です、そして不正解はプラス30ポイントとなります。え、歌のやつじゃないんですか、うん、え、ごめん、計算問題なんですけどどういう顔、得意、やばい、やばいです、数学やばい。どれぐらいやばい。もう中学校の頃できなくて怒られてました。誰に怒られる、先生に。先生に怒られるの、数学できなくて。それは大変だね。今日はちょっとまおちゃんには難しい問題かもしれないんですけど、意気込みをお願いします。なんとかパワフルパフォーマーっていうことなので頑張ります。どういうこと、パワフルに書くみたいな、はい、パワフルにじゃあ書いてください。はい、はい、ということで、ちょっともしかしたらまたね、ももちゃんがねお化け屋敷に入ることだけは避けたいので、それだけはちょっと頑張ってください。頑張ります。はい、なんかね、顔がどんどん険しくなってきました、まおにゃん頑張ります頑張ってください。じゃあここの右の開始ボタンを押して、問題を解いて終わったら停止ボタンを押してください。そこまでのタイムを競います。はい、 OK ですか、はい、じゃあ問題出すので前向いててくださいね、はい、いきます。マオニアの挑戦、よーい、スタート。え、すごす、そう、え、わかんないです。え、何ですこの1って、何、1、え、わかんないですよ。いいよ、早いじゃん、早いじゃん。え、でもなんか分かんない字がありますよ。何、今書く字が、1って何ですか。もう数字も分かんなくなりました。これはどうやってこの答えになったのかな。まずとりあえずこれなんか1はなんか、まあ、ここに掛け算があるっていうことで考えて、これこういうのって全部あれにしないといけないじゃないですか、分数、だから100分の20のにして解きました。はい、ということでモーニョ、早かったじゃん。やった、早いよ。勝てますか、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 勝てますか勝てるかもしれないですね。と、いけたね、多分、多分大丈夫です、はい、解けます、大会は。じゃあ最後に一言、はい、多分勝ってます多分勝ってると思うね。じゃあ結果が楽しみだね、はい、はい、ということで皆さん、本当はねちょっと天然ふわふわな部分もあるので心配だったんですけど、意外とスラスラ溶けちゃったマオニャンでした。パワフルではなかったけどねちょこ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 書いてましたけど上手に解けましたね。ありがとうございます、はい、ということでマオちゃんの挑戦でした。せーの、ミッド TV。